りました。スタートしました。横に広がった先陣争いですが、内から3番のスキリトーと間から外各馬が出てきました。10番ヘルデスペラーの9番ブラジリアンソング、前に立ちますか。外から11番のフェズカズマ、インコースからは8番レッドマイス、先端固まっています。まだ順番決着つきません。その後ですが、5番インコース、3番のスクリトーソ、中5番トリプルスリーで、外12番のセイカヤマド、各馬これから1コーナーカーブへと入っていきます。ここも外国人ジョッキー2頭の先陣争いは、9番のウラジリアンソングレミツイーガン、外11番のフェスカズマバウルチャンブルサバイ並んでいきました。3、4馬身開いて3番手、8番レッドマイス、その後1馬身差、12番セイカヤマド、内に10番ヘルデスペラード、中段をつけながら3番のスピリトーゾ、外から5番のトリプルスリル、後方グループに2番ショーサンキツナ、その後6番ラピデス、並んでかわそうと7番の神前ハット、1番タマモ8ビート、4番タノンパレス、最後方を進んでいます。向こう正面の後半にかかるあたりで11番フェズカズマの方がリードを取りました。2馬身から3馬身、外からこの間に8番レッドバイスが差を詰めていって、前は2頭、さらに12番正解者まで加わって3頭の競りになりました。2馬身差の4番手は内に3番スピリットを、9番ブラジリアンソングはもう4番手集団の一角をつけられながらの追走で、外に5番のトリプルスリル、3、4コーナー中間、流れが激しいこのレース4コーナーへと向かっています。前は11番フェズカズマ、並んで8番レッドバイス、12番正解者の4コーナーカーブ、これから直線コースの攻防、前はレッドバイス、正解者の2頭の追い比べ、内8番のレッドバイス、外12番の正解者の、今度は正解者の先頭に変わった、間から9番ブラジリアンソングが差し返してくる、3頭の追い比べに変わった、正解者のレッドバイス、ブラジリアンソング、外から追ってくるのは5番のトリプルセレクト、2番のショーサンキスのですが、先頭は9番ブラジリアンソングに変わった、外から一気に2番のショーサンキスの、さらに5番のトリプルセレクト、1番のショーサンキスナが1頭抜けた、2番手ブラジリアンソングがショーサンキスナ